はい、毎度お気に入りフェードです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報、ドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回動画内での情報はドイツ時間6月21日午後12時までにドイツで報道されたニュースです。今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。今回ニュース、金土日と、情報を集めていたんですがかなり多いです。はい。情報量がかなり多いです。ですがこの中から重要な、ものだけを、ピックアップして皆様にご紹介するつもりです。はい。今回動画で一番のメインポイントはデルタ株、そして今後について。で、プラス治療薬ですね。治療薬の情報が出てきております。ということで、そんな感じのニュースの内容になっております。でですね、これは主要な話になるんですが、皆さん、もしもですけど、コロナ禍が終わってから、完全に終わってから、または2回目の接種が終わり、3回目の接種が終わり、ほぼ通常化、通常通りの生活ができ、旅行が通常通りにできるような世の中が戻った場合、皆さん、どこに一番最初に旅行したいと思いますか？今一番旅行したいところ。別にその日本国内に限定するんじゃなくて、もう海外、世界中、コメント欄に回答をいただけると興味深いと思います。ちなみにですが、ユッフェルドは、アフリカ大陸がね、ちょっと興味深くて、今、なんていうかな、日本でいう九州ですよね。九州にはまだ一度も行ったことないので、世界規模で言うとアフリカ大陸行ったことないので行ってみたい。で、どこに行きたいかというと、やはりエジプト。で、エジプトなんてドイツから4時間ぐらいで行けますから、片道。で、そこまで費用もかからないので、正直、お金と少し時間があれば行けると。数日間ぐらいあれば。で、日本に帰るよりも、時間も短いですし、お金もそこまでかからないですし、治安はどうか微妙なところなんですけど、わからないんですけど、あまり詳しく調べてないので。ただし、ピラミッドを間近で見たいっていうのが一つと、先ほども言った通り、アフリカ大陸に行ったことがないので、アフリカ大陸の文化も学びたい、触れたいということで、行ってみたいなと思っている国の一つになってます。で、もう一カ国に関してはやはり日本ですよね。結構、2018年から帰ってないので、普段だったら1年に1回とかね、2年に1回ぐらいは絶対帰ってるので、コロナが始まってから全然帰れてないので、一度帰って、ゆっくりしたいなと思うのもあります。ドイツから日本へ帰るっていうなると結構お金がかかるので、いろんなタイミングを見ながら、っていう感じになりますね。ということで、一番本当に行きたいのはエジプトか日本。それぐらいにしておきましょう。皆さんはどうでしょうか？コメント欄でお願いします。ということで、本題に入っていきましょう。で、デルタ株に関しては本当にもう今現在懸念されており、WHO もそうですけど、ドイツ政党の SPD 健康専門家、デルタ株によって学校で集団感染が引き起こりやすくなると、そういうことに関して懸念しております。そして彼はイスラエルについていろいろ触れていたんですが、イスラエルの2つの学校で、コロナの発生が起きたと。で、これもデルタ株によってということになって。で、悪いニュースといえばイスラエルで成人の集団免疫にも関わる2つの大規模感染が学校で発生したこと。それは秋に私たちドイツに関してですね、を驚かしますと。ドイツもやばいんじゃないかと不安になっていると。で、いいニュースとしてはデルタの蔓延が英国、米国、ロシアで減速していることです。これがインドでも衰退が始まった方向ですと。いうことで、理由ですということで。英国、米国、ロシア、若干、新規感染増えてきてはいるんですが、一応スピードは減速しているということが、この彼の口から出ていますが、インドに関しては明らかに衰退していってますよね。新幹線がだいぶ落ち着いてきました。5万人前後まだいますけど、以前に比べるとということになりますが、今現在一番考えられることとしては、今現在はイギリスはデルタ株によって新感染者が結構増えている状態。スローダウンはしてるかもしれませんが。で、イギリスが今後どうなるかというと、インドみたいな状況になると思います。インドではもうデルタ株が蔓延しきっていて、で、落ち着いてきている状態なので、ということで一番最初にインドが感染爆発したと。で、次にイギリスに来て、イギリスが感染爆発している状態。で、イギリスは今後インドのような状態になるでしょう。おそらく。うまくいけば。で、イギリスの状態がまたインドのようになって収束していった場合には、ドイツの前に、ドイツの隣国ですね。が、ちょっとイギリスみたいになるでしょう。デルタ株によって。で、そこからじわじわとドイツやフランスにも来るでしょう。同じような感じが。そこから新感染が伸びていき、秋ぐらいには、また、厳しい状態になると。ただし、重症化する方や亡くなる方は以前の波に比べると少なくなるでしょうというのも、ワクチン接種の体制が整ってきているため、そして接種している人たちが増えてきているためです。ですが、新規感染自体はやはりそこまで止まることはないでしょう。はい、というのも2回接種しても、感染自体は、する人も普通にいますしということで、私たちは重症化、亡くなる人たちを防ぐために、今現在ワクチンを打っているような状態なので、それはそれで別問題として置いといて。今現在できることは、私たちはデルタ株に対して注視することですね。で、イギリスやインドの状態を見ながら、他の国を見ながら、ドイツでも今後どうなるか大体想像がつくと思うので、はい、それにおいて準備するような感じになっています。で、ドイツのヘッセン州首相ですが、デルタ株が1ヶ月以内にドイツで優勢なバリアントになると予想しているということで、なのでドイツにおいてもアルファやガンマやカッパやデルタやいろんなものがあると思いますが、一番新規感染者の中でデルタ株に感染した人たちの絶対数が増えていくだろうということを予想しております。で、 WHO に関してもデルタ株が世界中で優勢になるということで、別にインドやイギリス、そしてドイツだけではなくて、フランスも含めですけど、世界中でということになっています。で、フランス大統領ですが、ドイツとフランスはデルタ株の状況が制御されていることを強調しています。フランスとドイツは約 6% 前後の、今現在はアンダーコントロール状態だろうとしております。で、米国 CDC ですが、米国でデルタ株が優勢な変異体であると予想されると発表しております。ということで、米国でもデルタ株が続々と増えてきているというような感じ、またはそれが続々と増えるだろうと予想されている段階になっています。イコール WHO が言った世界中でということになっています。で、ドイツベルリンシャリテ大学病院のウイルス学者、デルタ株の存在を真剣に受け止めてくださいということで、これからはこれを真剣に受け止めなければならない。私たちは今、ドイツでデルタ変異体との競争に参加しているという準備ができている。以前は2% ぐらいだったんですが、今現在も 6% ぐらいまで伸びてきている、増えてきていると、デルタ株の感染者がということになっています。そして南ドイツの州首相もデルタ株について警告と、通常種より8倍伝染性ありということを言っておられます。そしてまたポルトガル・リズボンにおいては、新感染の 60% がもうすでにデルタ株だということが明らかになっております。ポルトガルのリズボンの新感染のもうすでに 60% がデルタ株ということで、これも一言ではないですね、もうすでに。そして制限ロックダウン、ワクチンパスなどについてですが、チェコにおいては全員 EU 諸国からの観光客に国境を開放しましたということもあります。またドイツ政党 SPD 健康専門家、デルタ株に関してワクチン未接種者に警告しております。予防接種率が上昇し続ければ、より高い発生率を強要できると信じるのは誤りです。ワクチン未接種者の場合、リスクは非常に高いままですと、先ほども言った通りですね。予防接種は 66% であると仮定すると、人口の3分の2が完全に予防接種を受け、発生率は30になります。つまり予防接種を受けていない人の発生率は90になります。予防接種を受けていない人々ははるかに高いリスクにさらされていますということで、デルタ株が広がるほど予防接種を受けていない人々間で死亡者が増えると彼はしっかりと仮定しております。特にその不思議なことではないですね。先ほどもまた生配信中にも言った通り、予防接種を受けている人たちの数が、絶対数が世界中で日々増えていくと、イコール、ワクチンを打っていない人たちの方の絶対数が、少なくなっていくと、少数派にだんだんなっていくと、イコール、通常種より8倍伝染性が高いデルタ株が今後猛威を振るい始めると、世界中で。そしてワクチン接種を2回または1回受けた人たちはある程度免疫がある、抗体があるので、死ぬことはほとんどないでしょう。そして重症化することも稀でしょう。ただし未接種者に関しては真逆で、今後は結構厳しい、状況になっていくと思うので、ユッフェルド自身も今後大体想像はできるので、秋に、近づくにつれ状況が悪くなっていくだろうと。どのように悪くなっていくか、どのような感じになるかは今のところが不明ですし、そこまで想定はできませんが、おそらく未接種者に対しては結構厳しい状況になるかなと思っておりますので、今現在はコロナワクチンに関しては結構渋滞中ですけど、チャンスを伺いながら、自分も、これからワクチンを打つという意思、そして心の準備を整えていければいいかなと思っております。そしてカタールにおいて2022年11月、12月に開催予定のサッカー FIFA ワールドカップでは、ワクチンを完全に接種したファンのみスタジアムに入ることが可能になると首相が発表しました。これはいいですよね。いい考えだと思います。厳格な決まりがもうすでに決められたということで、いいと思います。そしてウガンダなんですが、新感染者急増のため自家用車と公共交通機関の一般的な利用を禁止しております。アフリカ大陸はワクチン接種済みの方のパーセンテージが結構低いので、比較的ワクチンがなければ結構厳しいんじゃないでしょうかね。新感染の増加傾向をスローダウンさせるには。でカナダにおいてですが、米国間との旅行禁止を延長しております。でドイツ保健大臣ですが、学校でのコロナ対策はさらに長く維持という判断に至っております。ちょっと懸念状態ですね。懸念してるような感じになってます。デルタ株の脅威があるので。でベルギーにおいても英国からの非 EU 市民の入国を禁止ということで、もう本当に変異株が結構、蔓延している国々からの入国を禁止すると、または旅行を禁止すると、そういうような対策が結構各国で、考えられて、独自に、そういう措置が取られております。でイスラエルの件ですね。学校でコロナ感染発生でマスク着用が2つの地域で義務付けられました、デルタ株によってと。でドイツにおいてはデジタル予防接種は2230万倍すでに発行済みと20日時点でなっております。そして正式に、欧州各国で使われ始めるのが4月1日からと、そちらの、日にちも決まっております。でロシアにおいては予防接種を望まない従業員を解雇することを許可、新幹線約1万8000、死者466人と、そういうこともあったりしますね。なのでケースバイケースと言いますか、国によってまた地域によっていろんな考え方がありますね。で新型コロナワクチン、治療薬副作用、新型コロナ対策などについてですが、こちら、タイトルにもありますように21日、ドイツベルリンシャリテ大学病院、新型コロナに対しサナダムシ駆虫薬ニクロサミドの臨床試験研究を開始とあります。基本的にこのニクロサミドというものは、商標名ニクロシドというものですが、基本的にはサナダムシ駆虫薬として使われていたものになりますが、これを対コロナ治療薬として、使えるかどうか、効果があるかどうかに関して、今現在研究されております。でもうすでに、ジャーナルネイチャーコミュニケーションズで報告したように、彼らは細胞内でのウイルスの複製を阻害する4つの活性物質を特定することができております。スペルミンとスペルミジン、実験的抗がん剤 MK2206、そして常駐薬のニクロサミドということになっています。そして後者は感染性の新型コロナ粒子の酸性を 99% 以上減少させたため、最大の抗ウイルス効果を示しましたということで、この時点ではすでに効果がありということが示されているんですが、今後本格的に新型コロナに対し研究を進めていくということになっています。ある意味ポジティブなニュースですね。そしてドイツにおけるワクチン接種スピードに関してですが、人口のほぼ 51% が少なくとも1度目のワクチン接種を完了しております。そして2度目においては 31% 以上が完了しておりますということになっています。そして、他にもキューバのコロナワクチンソベラナ02ですね、2度目の接種後 62% 有効ですと、そういうこともあったりします。キューバにおいてはあまりニュースで取り上げられていませんでしたが、キューバ自国製のワクチンが2個から5個ぐらい、確認されております。その中の1つだということですね。で感染者、入院患者、死亡者、後遺症についてですが、ドイツロベルト・コフ研究所最新情報ですが、ドイツでの新感染者報告346人、発生率 8.6 に低下、死者10人と、ほぼほぼ感染者もうほとんどある意味いないような状態、1000人も500人もいない、そんなような状態になっています。発生率も 8.6 ぐらいまで下がっております。そしてロシアのモスクワの新感染者増加中7580人と、首都で結構増えているそうですね。でインドではほぼ3ヶ月ぶりに新感染が最小の増加 58419 人と、かなり数値が下がってきております。で死亡者も1576人と、もちろん一般的な国と比べると比較的まだまだ死者数が多いですが、以前と比べるとかなり落ち着いてきている状態です。ということで今回の動画は以上になります。また新たな情報を手に入れ次第皆様にご紹介いたします。それではまた。